大型神社は、新潟県新潟市東区高度本町に所在する神社。鳥居と狛犬拝殿拝殿内部、大名討ちの神を祀る。この神社が建てられているのは、越後平野の品野川と阿賀野川の河口に近い、低湿地帯の中で、新潟砂丘の丘にあたる部分で周囲より、盛り上がっていたため、古くから集落が形成されていた場所である。本殿、拝殿のほか。 境内には、神楽殿と抹社として、新名宮、稲荷社、古坊社が祀られている。また北西に約1キロメートルほど離れた、巡査地西池のほとりに、境会社とされる城東神社が鎮座する。拝殿は、千鳥派閥のある、入りもや造り。前帝には、八重崎の木桜があり、名所となっている。創立は、平安時代の大同年間と伝えられており、 延長五年に作られた演技式神明帳には、沼水、郡御座の沼水郡大型神社として記載されている。明治十七年に作られた神社名祭帳には、くくり姫命を祀る白山神社として記録されているが、一層なったのかは不明である。およそ百年前の学名や古神教には、大型神社とあり、昭和十九年に社名を、現在の大型神社に改称して、 最人も、大名口の命に代わり、その後、権者へと列せられた。1901年8月に、新潟県の新松島村、三下村、日本岡村の3つの村が合併し、当社の名称を鳥大型村とした。道村は1943年6月1日に、新潟市に編入されたため現在は、新潟市東区の一部となったが、 現在の大型地区内ではなくが渡る地区にある。ありがとうございます。